ロザリーがお前大変なことや、聞こえる、うるさいな、もう出てくるな、この要所要所で出てくるマスタードラゴン。これを見よ。いや、やめて、離して。ああ、なんてことだ、人間どもに。ステッキがついに現れたな。よく聞くのだ、お前はこれから大きな決断を下すことになる。その決断はお前自身の運命ばかりでなく、世界の命運をも大きく変えることになるだろう。そんな、はいしか言えないのに。心の目を研ぎ澄まし、見極めるのだ。くれぐれも真実を見誤るな。何？戻ってきてくれたんですね。嘘かい、あのマスタードラゴン。逃げたんかい。逃げてきましたが、うん、この目で見てしまいました。なんや、私の誘拐を指示していたのはあのベネットさんだったんです。終わりやね、ついに一線を越えたな。とうとう一線を越えた。盗みだけでも俺はもうあいつが大嫌いだったけれども、誘拐を指示しているなんて、ベネット。彼はもしかしたらルビーの涙を狙って。おいおい、デタラメもいい加減にしろ。ベネット、ベネットさん、俺は見たんだ、ロザリー君がさらわれていくところ。いいか、よく聞け、うん、こいつは偽物のロザリー君だ。何？本物は今も人間たちに捕まってる。さあ、本物のロザリー君を助けに行くぞ。よくもそんなことを。信じてください、ベネットさんは人間たちを支持して私を森に連れて行ったんです。おい、そいつの言うことに耳を貸すな。ちきしょう、お前がもうちょっと好感度高ければお前を信じたんやけどな。ベネットも盗っ人やからな。ベネット、俺は確かに手癖は悪いし、うん、褒められた生き方はしてこなかった、うん、でもな、これだけは絶対に誓う。俺は友人を裏切ったりはしない。しか俺を信じてくれ。このままだとロザリー君が危ないんだ。待ってくれ、そいつを信じちゃダメだ。ちょっと待って、二人の意見を聞くんや。あいつ注意するな、お前は。覚えていますか、私たちが出会った時のことを。あなたが名前をくれた。え、あの日。ちょっと待って、本物っぽいやな。私はこの世に生まれたんです。そういうことも言うてるで。ちゃんと名前をあげた日、出会った日の思い出も語っている。どうか判断を誤らないで、私を信じてください。そんな、どうして。ああ、ちくしょう、もう蹴り飛ばしたろうか、このスライム。ベネットとロザリーちゃん、どっちの言ってることが本当なの？僕的には10のうち6くらいで、うん、やね、それ何の信憑性もない。わかった、コイントスで決めよう。500ならベネット、この草ならロザリー。あっ、ベネッツ、ベネッツ。
お前を信じる。俺は確かに手癖は悪いし、でもな、これだけは絶対に誓う。俺は友人を裏切ったりはしない。俺を信じてくれ。このままだとロザリー君が危ないんだ。うるせえ。俺を信じてくれるんだな。そんな、どうして。あ、やばい、本物や。ちょっと待ってくれ、騙された。ロザリーちゃんの目から騙された。ロザリーちゃんの目が本物だったんだ。王子、ロザリーちゃんを信じてあげて。うわー、やだ。武田、ルビーの涙を見てロザリーが本物だと確信した。騙された。ベレッツ、ベレッツ。どうしてお前はそうなんだ。もう勝手にしろ。怒られてるし、なんかキレられてるし。ベネットさん、どうして。なんで今俺怒られたの。気まずい。プルプル、もしベネットを信じてたらきっと今頃大変なことになってたよね。じゃ気まずい、泣かしてもうたやんけ。お前スラプル、私のことを信じてくれて。ああ、もう本当にありがとう。俺のことが視界に入ってない。あら、ロザリー。うん、そう、計画通りに行ったのね。え、計画通り。楽しいティータイムは、おい、終わりみたいです。お前、うずや、ベレッツ。残念ながら、私は偽物。さっきのルビーの涙、よくできてたでしょ。ベレット、あれも作り物なの。ベレットの言うことは本当だった。欲深い人間たちに連れ去られた本物のロザリーはどうなったかしら。俺はベネットを信じたのに。なんでや、結局お前。さあ、うわあ、泣いてルビーの涙を流すんだ。ロザリー、くそ、強情なやつめ、これでもか。ひどい。なんでひどいんだ。武田、来てくださったのですね。そうや、騙されたぜ。シャキシャキ。おお、あが、もうこれであれや。でも決定的になったわ。お願いです、私の最後のわがままを聞いてください。人間は滅ぼすしかないや、皆さん。嘘や。死んだ。はははははは。ロザリー。はは、無事切れや。です、武田。アハハハハ。おい、です、武田。あかん、やめろー。
やめろです、武田。全てを滅ぼさなきゃいけない。あ、ソロが。これは大変なことですよ。うわあ、えらいことなってる。えらいことなってる。エスタークが、エスタークを刺激した。ついに、パイやんけお前も。昨日海や、絶望とかした。すべてが、うわあ、うわあ。エスタークの姿になって出てたけど、俺がエスタークになったんかもう終わりや。じゃあバッドエンドや。言い訳のしようがない。お前は選択を誤った。ちゃうやん、俺信じたやんけ最初。ベネット、お前やばい、殺される。やめろー。完全ではない進化の秘宝は己の体を崩壊させてしまう。出た、腕ブシャー。理性を失い、異形の化け物となり果て、死ぬこともできず、ただ破滅へと突き進む。化け物になってしまう。うわあ、痛い。うわあ、やばい、デスビザロに。ああ、うわあ、殺される。これようできてたよな。哀れな人間と魔族の子よ、真実をつかむことができていれば、運命は。終わった。史実通りや、俺は勇者ご一行に滅ぼされた。そして守るべきロザリーも守ることができず、弟も失い。おい、なんや。すごい、時が戻っていく。これはまさか。お前、おい、タケラ、気がついたか。アグルカ博士のところからパクってきた時の砂だ。こいつで時間を戻したのさ。ベネッツ、お前は今その目で真実を見てきたんだろ。ベネッツだったらわかるはずだ。さあ選んでくれ、俺とロザリー君とどっちが本物か。選んだよ俺は、ちゃんと。
ここでもう一回行こうか。覚えていますか？ここでもう一回行ったらどうなるかっていうね、俺はもう知りたい。嬉しい。私を信じてくださるのですね。本気かよ。どうして？うるせえ。お前は同じ過ちを繰り返すんだ。うるせえ。どうでもええねん、もう死んだんや俺は一度。くそ、そうかよ、もう勝手にしろ。運命なんてそう簡単には変わらない。同じや。残念ながら欲深い。たく一緒や。ああすごい一緒や。あそこでベネットを信じるしか。でもベネット信じてもお前言えるんか今回の世界戦では。うわあ死んだー。自分でお前一回過去見といて未来見といて。もうええ学べやったけどな俺一番最初。お前はその目で慕ったらわかるだろ。よしよし。まさか私を疑うのですか？しらじらしいやつだ。お前の嘘はこいつにはもう通じないぜ。なんでこいつがでもそのことその未来を知ってんだよ。ベネット。見てきたのは俺だけちゃうんか。どうして信じないのよ。あ、こんなはずじゃ。なら仕方ないわね。こうなりゃ作戦変更で行かせてもらうわ。あんたたちにはここで死んでもらうよ。でででん。トゥトゥグドン。ここでボスに入るだな。暗闇ハーピー。暗闇ハーピーなんかに負けるか。あと少しだったのに。ごめんなさい。出た、エビルプリースト。エビル。エビル・プリースト。カミロの魔界であったあいつのことか。つまり黒幕はやつだったってことか。いや今はそれどころじゃないな。お前早く行かな。急ぐぞ。早く。ロザリーがブチ切れて、お前自分自身がエスタークとなり最終的に勇者ご一行に討伐される。さあ泣け。泣いてルビーの涙を流すんだ。パッパッパーパッ。未来が変わった。未来が変わった。ロザリー君、無事か？ベネットさん、どうして二人が。その話は後だ。命に別状はなさそうだが怪我をしてる。すぐにロザリーヒルへ戻ろう。よしよし、これでもう心配ないぜ。助けてくれて。やった。ありがとうございました。ああ、本当に危機一髪だったな。うん。だけど、一つ収穫があった。ロザリー君を狙っていたのは、ランディオルの直臣、エビル・プリーストだ。うん。
奴は復讐心を煽ることでお前を破滅に導こうとしたんだ。エビルプリースト、エビルプリースト、まんまと乗せられたね。聞いてください、人間の中には確かに悪い人が大勢います。はい。けど全員ではない。うん。ベネットさんのように心の清い人間もいます。いやでもベネットのおかげやからな今回は。だからもう一度お願いします。うん。どうか人間を滅ぼすという野心をお捨てください。はい。嬉しい。いいよロザリー、いいよ。まったく遅えっての。でもお前なら分かってくれると信じてね。しゃあない、あの万引き癖ってもう病気やからな、窃盗癖ってもうしょうがない。これも付き合っていくしかない、周りの人間がベネットに。これはね、彼もやめたいのよ盗みを。でももう精神の病やから、俺らが大人として付き合ったらなあかん。治療しよう。とはいえベネット、戦いは終わったわけじゃない。エビルプリーストを倒すのは当然として、そうだな、その目を見ればお前の言いたいことはわかる。うん。人間と魔族が共存していくためには今の魔王ランディオル大帝じゃダメだ。だからランディオル大帝を倒して自分が魔界の王になる、そう言いたいんだろ。はいはい、そうです。はい。さすが相棒だろ。お前の、すごい、こいつの中でどん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 俺たちの仲が友人から次相棒へ。王子は魔王になるんだね。ここから先はまたベネットさんも一緒に来てくれますよね。ま、そうだな。改めてよろしく頼むぜベネット。俺らが支えてやらないとベネット。何か言いたそうだな。ああ、時の砂を盗んだことか。うん、それはあれだ。だからそういうのがあかん。まず最寄りのコンビニ行こう一緒に。俺が離れたとこから見といたるからな。盗み癖が出ないか監視しといてやる。砂はちゃんと返しておくし、また仲間になったんだからもう盗みはしないぜ。これがあかんよな。砂はちゃんと返しておくしっていう、もう一回盗んだ後返せばセーフって思ってるな。この心がね、やっぱいけない、こいつは。そう、やる行為自体そのものが悪やねん。ここはもう変えていかなあかん。そうだ、これをやるよ。言っとくけど、盗んだもんじゃねえぜ。魔法の道具を探してた時、見つけたんだ。うん。そいつのために、ずいぶん大枚はたいたんだぜ。なよ、何をくれるんよ。もしかして、最後の？金色やろな、これ。金のトラベライト。多分これがラストでしょう。それで新しい魔界に行って、もっともっと強くなるんだ。そんでもって、打倒エビルプリースト、打倒ランディオル。うん。あっちあっちだぜ。来た。